村田機械株式会社は、京都府京都市伏見区に本社を置く機械メーカーである。繊維機械、工作機械、シートメタル加工機などの産業機械やデジタル複合機、等の情報機器のほか、自動倉庫や無人搬送システムを中核とした FA システムや、ロジスティックスシステム、半導体工場向けのクリーンルーム対応 FA システムなどを主力製品としている。 ブランド名としてミューリーテックの名称を使用している。1935年、西神社ガード規制作所として発足し、主に繊維機械を中心に展開。1961年に工作機械。1962年に物流機器分野に進出。1962年に現在の社名に変更された。 1970年代から繊維機械と並ぶ同社の主軸商品、ファクシミリの製造事業にも取り組み、1973年に発売された DEX180 は日本電信電話公社からファクシミリ認可商品の第1号を取得した。現在はデジタル複合機で一定のシェアを確保している。1990年頃には、 ファクシミリ事業に続く情報通信事業として、米国向け携帯電話市場にも参入した。近年では、半導体工場向けのクリーンルーム対応の自動搬送システム分野の伸びが著しい。1979年に、繊維機械において空気の力を利用し、結び目なしに糸をつなぐ、マフハスプライサーを開発。この装置を装備した同社の自動、ワインダーが、 世界中の宝石工場に導入されるようになる。現在に至るまで、この自動ワインダーは同社の主力製品となっている。なお、加合戦機械については、2002年に、東レエンジニアリング、定人製機と共同出資で TMT マシナリーを設立し、事業を移管している。2009年8月に、全額出資の村テックオートメーションを設立。半導体工場。 海 PD 工場向け搬送装置分野を分社化し、同時に2009年4月に会社構成法適用を申請し、経営再建中であったアシストテクノロジーズジャパンより全事業の事業上等を受け事業を統合した。その後2012年4月に同社を統合、クリーン FA 事業部とした。2011年12月にサイレックステクノロジー社を完全子会社化。 デジタル複合機や通信部門でのシナジーだけでなく工作機械など産業機械分野への無線通信技術の応用が期待されている。2014年10月にフィンランドのマテリアルハンドリングシステムメーカーのシムコープの全発行株式を取得した。同社はガントリーロボット搬送システム MBR を主力製品として世界40カ国に 豊富な実績を誇るマテファンメーカーで、特にタイヤ業界におけるタイヤ製造工程内保管、搬送システムでは世界トップの納入実績を誇っており、マテリアルハンドリングの分野でのシナジー効果が期待されている。2018年10月に専用工作機械メーカーのホリベマシナリーの全発行株式を取得した。これにより、自動車部品製造工程向けをはじめとした。 工作機械自動化ラインにおける加工対象ワークの拡大などのシナジー効果が期待されている。主要事業は繊維機械。中でも自動ワインダーの分野では世界のトップブランドとして高いシェアを有する。近年中国やインドなどの積極的な投資に支えられ業績を伸ばしている。事業分野別の売上高ではマテハン事業部門が最大。特に近年は 半導体工場向けのクリーンルーム対応の搬送システムが伸びているほか、国内においては慢性的な人手不足を背景に、メーカーや流通業界向けの自動倉庫や、リーフなどの搬送装置を組み合わせた、物流、ロジスティックスシステムなどの自動化、省力化システムを主要製品としている。東北地方太平洋沖地震以降は、免震、精神自動倉庫のシェアを拡大している。 工作機械部門は NC1000 などのターニング部門とパレットパンチプレスなどを扱うシートメタル加工機部門からなるが近年は自動車業界向けに特化させた NC1000 が主力製品となっている情報機器部門ではデジタル複合機が主力近年はアトムとネットワークストレージを一体化したスモールオフィス向けのネットワークセキュリティ製品のラインナップを拡大している このほか、炭素繊維やガラス繊維を、組紐の技術を応用し成形した、新素材分野を、はじめユニークな事業を展開している。同じ京都府を本拠地とする企業の村田製作所とは、資本、人材を含めて、関連は、一切ない。なお2004年に、村田製作所の本社が、JR 長岡京駅前に移転したが、それ以前より通りを挟んだ東隣に、 村田機械総合グラウンドや同社独身寮が存在している。また、テレビ CM では演歌歌手の村田秀夫を起用していたことがあった。その時のセリフは、俺が村田だだった。ありがとうございます。